皆さん、こんにちは。映画、駅までの道を教えて、主人公、さやか役のニーツ・チテです。今月2月17日から、韓国で劇場公開されることが決まり、本当に嬉しいです。この映画は、私が小学校1年生になる頃から2年生の秋まで、約1年半かけて撮影した映画で、私にとってとても大切な作品です。 の大切な存在を失った悲しみやまた会いたいと心から願う気持ちは年齢も性別も国も超えてきっと多くの方に共感していただけると思いますぜひ韓国でもたくさんの方にこの映画を見ていただけたら嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますさやか役の新井津知世でした